車が参ります。ご注意ください。うわめっちゃリアル。どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今回は8番乗り場というゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームは超話題になった8番出口というゲームの続編でございます。でまず8番出口っていうのがどういうゲームだったかと言いますと、無限に続く駅の地下通路で異変を探しながら8番出口を目指すっていうゲームだったんですよね。まあ実際実況したのでまだ見てない方は見ていただきたいんですけども、まあその続編ということで、今回のゲームはですね、あなたは永遠に走り続ける電車に閉じ込められています。周囲の異変に注意しながら脱出する方法を見つけましょう。車内の異変にはご注意ください。はい、ということで、果たして私たまはこの無限に続く列車から脱出することはできるのでしょうか？あ、で、なんで制服着てるかっていうと、私いつもルームウェアで撮影してると思うんですけど、さすがに電車にパジャマで行かないよなということで、まあ、なんとなく学生っぽい感じになってみましたみたいな感じです。イェイ。もしチャンネル登録と高評価をしたら、みんなのいる学校にタマが転校するかもということで早速、レッツゴー。さあ、ということで、めちゃめちゃ外真っ暗だけど、あ、今座ってたんだね。え、結構身長高くない？え、だいぶ身長高くない？だってさ、釣り革の位置がさ、この辺だよね。うわ、私高身長。あ、でも実際ね、たま、女性の中では身長高い方なんですよ。この前健康診断を受けたら、162.8 センチ。だからほぼ163センチだったんですよね。だ割とね、高いです。うん、結構意外と高いねって言われます。え、あれ？おじさんいるね。これ前のさ、地下通路で会ったおじさんとは違う？違うね。なんかもうちょっと、なんかこの方の方が、髪の毛薄い気がするな。これしゃがんだりとかはできないのね。なるほど。で、いや、めっちゃガラガラだな。めっちゃガラガラなんだけど。何もついてない画面をただただ見つめてる。いや、それともあれかな？横から見たら見えない液晶フィルム貼ってるんかな？すごい、全然見えない。それどこで売ってるんですか？教えてください。てかさ、あっち側にもいるんだよね。え、これ反射してるじゃないよね、絶対に。反射じゃないよね。え？おじさん、ドッペルゲンガー？で、多分こっち側にもいるんですよ。ほら。え、どういうこと？え、てか待って。異変。え、どっちに行けばいいんだ？どっちに行けばいいのかもわかんないんだけど。緊急ニュース速報です。ゲーム実況者、タマは、頭があまりよろしくないせいで、このゲームのルールを理解するまでに、結構な時間がかかります。動画内容は楽しんでもらえるはずなので、温かい目で最後までご覧ください。まあ、とりあえず車内のなんか、異変に注意してね、みたいな言われたけど、前回の8番出口では、こういうポスターとかがね、変わってったから、こういうの覚えてった方がいいのかな？税金のご相談は税理士。やっぱ税金とかも嫌い。大嫌い。で、これは、白熱電球とか、まあ、電球の広告ね。で、動物の薬。まあ、でもこれってさ、正直、文章とかはね、細かく覚えなくていいと思うんだよ。このさ、例えば、栄駅徒歩3分が5分になるとか、そこまでの変化とかは、今までなかったから多分。大丈夫だと思うんだよね。ざっくり見てこう、ざっくり。で、これはなんだ？八角形、新感覚トランポリン。これ六角形とかになったりすることある？で、いやー、わかんない、ないと思うんだけどな。ただ、あ、これレイゼンとか、ここのさ、文字は変わりそうな気がするな。はい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 。で、あとおじさんの後ろはこれ。なんか神戸の、なんか港町っぽい感じの広告だね。うん。おじさんの服装とかもチェックしなきゃいけないの？まあ、興味ないけど一応見てっか。手とか、なんかさ、急にネイルしだすとかあんのかな？おじさんがネイルする変化とか。ね。わかんないけど。で、これ、あ、かわいい。おしゃれな広告。はいはい。覚えやすい。あ、空気読みじゃん。空気読み、私もやったことあるわ。懐かしい。おー、これなんだっけ？メンダコみたいな。オリジナルぬいぐるみ作りませんか？あ、グッズね。作りたいです。タマとおむつくんのグッズ作りたいです。あー、なるほど。やべ、広告覚えるのむず。あの、なんとなくいける気がするんだよね。なんか、これ系のゲーム、多分3回目なんですよ。前もなんか、チラズアートさんのね、新幹線のゲームやったんで、なんかもういける気がするな。てか、そもそも変化していく系なのかな、これ。わかんないけど。てかさ、ゾーンとかって本当にあるじゃん。なんか、リアル広告使われてるね。
すごいわ。え、ゲーミングマンション？ゲーミングマンションってさ、実際あるよね。私もなんか、調べたもん、最近。ゲーミングマンション。まあ、それこそ私みたいな人が住む専用のマンションがあるんだよ。すごくない？ということで、まあ、ちょっとよくわかんないけど、こっち行ってみていいのかな？え、そういうこと？あ、いけるいける。はいはい。ここから変わっていくとかそういう感じ？こっち側に行くの合ってんのかな？今まではさ、異変があったら戻って、異変がなければ進めみたいな感じだったじゃん。今回は？そういう感じではない？なんかルールとか書いてないよね。広告か。特に変わってないよね。そんなに、はっきりみたいな。え、こんなんだったっけ？メタバース横須賀だったっけ？あれ？こんななかったよね、こんな広告。あれでもさ、別に異変があったら戻れとかも言われてないよな。わかんないわ。とりあえずまあなんか、指示ないから進んでみるか。はい。行っちゃおう。うん。うわぁ！は？なに？なんかよすか？え、タイマー？タイマー貼る？タイマー貼る？え、私といいの？痛い目に遭うよ。私が、うん。さすがに、男性には勝てん。いや、男性には勝て、女性にも勝てないと思う。うん。私、こっちとら引きこもりなんで、年中無休で引きこもりなんで手加減してください。頭どうした？顔どうした？どうなってるそれ。ねえ、サイボーグみたいになってるけど。え、怖っ。え？うわぁ！はい、許さない。はい、許さない。なんなんだし、マジで。なんだだし、アンダーザシー。リトルマーメイドも怒ってますから、本当に。え、これどういうこと？戻ればいいの？異変があったら戻るみたいな、そういう感じ？え、でもさ、あ、広告同じだな。あ、シンプル見逃してた？あ、同じだわ。あ、見逃してたっぽいわ。なるほどね。同じなのか。まあまあまあ、それちょっとじゃあ次から異変っていうかなんか変化があったら、戻ってみるわ。いや、マジでびっくりした。大丈夫さっき。顔がなんかすんごい歪んでたけど。ね。さあ、一応チェックしてみますよ。てか、なんかポスターしか見てないの、そういえば。ポスターしか見てないけどさ、もしかしたらそれ以外の部分でね、なんか変化があるかもしれないんで、見ていきましょう。てか、どう、うわぁ、怖ぁ。無理すぎー。は？は？あ、やだ。あ、泣いちゃう。マジで許せない。あ、ママ。ママ。パパ。おじいちゃん。おばあちゃん。隣の北川さん、誰か助けて。走るか。わー、やめてくれー、やめてくれー、やめてクレメンスって。扉がない。は？え、ちょ、ゾーンの広告がめっちゃ怖く見えるんだけど、なんなんマジで。てか、なんでこの急に懐中電灯なの？準備良すぎない？てか、電車止まった、これ。は？開いてる。え、扉開いてんですけど。いいの？降りて。行きまーす！うわー！やばー！誰？おー。なに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 ？なんか画質荒。かわいそう。この人だけ画質荒。それ以外のグラフィックめっちゃ高いのに、この人だけ60年前ぐらいの、いや70年前ぐらいの画質してる。大丈夫ですか？すいません。あの、めっちゃ怖いんですけど。めっちゃ怖いんですけど。は？は？え、なんなんマジで。何がしたい？なんかもうイライラしてきたわ。なんかもう怖いってよりもイライラ、いや怖い。怖いけど、何？ねえ。ボーン！はぁ？え、じゃ、ちょっとさ、さっきあっち行ったからこっち行ってみるか。うん。いや、行けない。ん、行けない。一歩都合ね、さっきのおじさん？ドイツ人物じゃなかったよね。このおっちゃんじゃなかったよね。桜井さん。さっきの人は桜井さんじゃなかったよね。信行さんだったかな？なんかスーツ違かったもん。うん。じゃ、こっちしか行けないの？どういうことなん、マジで。わかんないんだけど。戻るとかでもなさそうだよね。さっき戻れなかったし。わかんない。てか、シンプルに、異変が怖い。異変が怖いです、これ。変化ないんじゃね？あかんない。あんま見てないけど。いや、怖かった、すでに。
すでに怖かったんですけど。てか、ちなみに一回これさ、戻れるかな、そもそも。あ、戻れないじゃん。一方通行じゃね？一方通行じゃね、これ。はい、行きますわ、じゃあ。うわ、ああ、またかよ！あ、最後、間に挟まれた。間に挟まれた！どうすんの？こっち戻れないじゃん。ねえ、桜井さん！助けて！もうこっち行くしか北斎じゃん。あ、でも分かんない。もう何なんだよ、本当にさ。私が何したっていうの？あ、座れる。ええ、座れる！え？まあ、座ったところでではあるんだけど、座ってほっと一息じゃないのよ。全然ほっとできないからね、目の前に化け物いるし。これさ、触れちゃいけないのか。シンプルに横通ればいい。いける？これ。ちょっとギリギリまで右寄って。うわぁ、やめてください。無理やないかい、これ。どうするんこれ、ほんとに。どうするんこれ、マジで。わかんないんだけど。何？もういいや。わかって、一旦もう、もうぐんぐん進んでみるわ。進んでみるわ。うん。特に変化は、なさそう。なんか上のこのさ、通気口みたいなところ変化するとかありえんのかな？いや、変化って言うのかな？そもそも。これどういうこと？捕まったりとかしたらさ、リセットされてんのかな？戻されてるけど。おじさん話しかけらんないよね、別に。隣に座れる。どうも。うわ、すーごい画質。あー、でもなんか、おじさん肌綺麗ですね。ニキビとか一切なくて。あー、ですごい、やっぱり見えない覗き見防止フィルム貼ってるわ。スマホに。めっちゃ近くない？私が怖いわ。こんなにガラ空きなのに超隣に座ってくる。私が怖いわ、これ。膝の上とか座れないの？あ、無理か。さすがにね。ちょっと、見張ってるよ？私。特に変化ないな。さっきまではさ、車両を一つ二つ移動したら、なんか異常みたいなの起こったけど、今回は異常起こんないね。どういうこと？運次第ってこと？わかんないけど行ってみる。うわ、なんかもう、気持ち悪い。何これ？戻れないんでしょ？ほら、どういうことこれ？ほんともう、怖い。何これ？もうよね。悪夢だよね。ほんとに。さ、無限列車か。無限列車。鬼滅の刃。ちょっとすいません。でもなんかお利口に座ってるから可愛く見えてきたわ。お利口だね。どうも？座れんのかな？あ、座れないわ。すいません。じゃあちょっと真ん中。なんかあれだね。極道のお嬢みたいな気分で。お嬢、おっすみたいな感じで。お帰りなすってみたいな感じで。ちょ、堂々と歩かせていただきます。こうね。みんな。帰ったわよみたいな感じで。あ、もういいわ。気持ちがいいわ。なんならね。うん。あ、なんか、おっすみたいな感じで。いいよ。お嬢気分。極戦のヤンクミみたいな。いや、開かないんかい。開かないんかい。じゃあなんなん？君たちなんか動いたりする？もしかし急に。だ、集団でいきなりリンチ。あれ？ここに座れってか。いや、私、お嬢じゃない側？そっち側？まさかの、オス側だったんだね。お帰りなすって側だったんだね、私。あ、わかりました。はい。お帰りなすって。ね。よろしく。仲良くしようね。うん。いや、なにこれ？じゃあ私もお利口に座ろっか、お利口に。で？で？なにこれ？座ったけど。座ったけど何？これでいけるようになった？もしかして。置いてる！どういうシステム？今のが鍵だったってこと？いなくなった？あー、なんかちょっと寂しいかも。いないはいないでちょっと寂しいかも。じゃあな、今までありがとな。短い間だったけど、ありがとな。大きに。え、怖っ。は？怖っ。もう、いけない。洗えばいい。拭けばいい、これ。もう、これでよくないよね。なんかさ、なんかさ、なんかさ、前の八番出口より怖くなってない？行くか。走る。こういう時はね、走った方がいい。斎藤さん。あ、やっぱ来るんだ。ね、斎藤さん。名前変わっててくさ。斎藤さんが、
通常運転だからまだいいわ。でまた来るからね、また来る。どうせ分かった分かった、ベンベンベン、はいはい分かった分かった分かった、もう分かった、ベンベンベン、あベン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 、あもう来ないんかい。うわかか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 いけるんだね。はい、なんかさ、もう絶対異常起こんじゃん。何来んの今度は。ねえ今度は何来るんすか。もうかかってこいや。おいそっちがその気ならこっちだってな。うわー来ない、来ない。いや別に安心してないし、全然来ていいっすけど。はい、もうこっちからね構えてるんで、あどんと来いや。うえ、うん、足が、ああすごいびっくりした。誰、透明人間。止まらず行こう。どっちにしても引き返せないよこれは。8番出口はなんか異常があったら引き返すみたいな感じだったけど、今回引き返せないんで、うん、もうこれはもう行くしか北斎ですね。進むしか北斎です。行きまーす。はいこんにちは、伊平さんいらっしゃい、どうぞお越しくださいませ。ということでですね、はい、もう私は後ろ振り向きません。振り向いた時に何かあったら怖いですからね。行きまーす行きまーす。ただ電気消えるやつはちょっと怖い。電気と手形ポンポンポンは怖いからやめてください。何くんの、何くんの、ねえ来ないの来ないの、もう分かんないですね本当に。何がゴールなのかも分かんない。来ないは来ないで怖い。心構えてるからこちら、こちら心構えてるんで、来ないは来ないで怖い。はい、なんか書いてあるね。なんだあの張り紙は。異変発生中探せってこと。いやさっきまでもさ、さっきまでも異変起こってたけどわざわざ書かなくてよくない。え、この奥でってこと、この奥で異変が発生してるってこと、それともここで。いやでもここに貼ってあるってことはこの奥だなきっと。はい、探せばいいんですね。斉藤さん何か変わってる、髪の毛の生え際が広がってるとか、そういう異変ある。ちょっと休んでいいかな、なんか座りながらさ異変探していいねえもう多分この距離に顔あるからね、もうここで話してるから斉藤さんのね。異変あるかな、なんかこのね電車どうやら異変起こってるらしくて、ね、聞いてるね、人の話聞いてるときはさ、携帯陣ない方がいいよ。持てないよ、ほんとに。うん。異変か。まあ、パッと見た感じないよね。うん。じゃあ行くわ。異変発生中言ってますけど。なんかもう、こういうのって止まると怖くなるんすよ。止まると怖くなるから、行くか。とりあえずね。もう進めるなら進もうって感じですよね。なんか、喋り方がバカっぽくなってきちゃった。いや、進め！タマ！ゴーゴー！もう怖い時はとりあえず進んじゃおうみたいな感じで行きましょう。どうせ戻れない、レッツゴー。ってか脱出方法を探すって何、脱出方法を探すも何もなく、あ溺れる。斉藤さん大丈夫、斉藤さん、斉藤さん、けんちゃな、あ、よかった。いや、もうなんか嫌だったね。今のなんかさ、血生臭い、なんかね。なんか水嫌だったね。大丈夫？うわぁ、なんか髪の毛濡れたから髪の毛乾かすのだるいわ。私結構毛量多くて。毛量多いから髪の毛乾かすのだるいわ。最悪濡れたんですけど。嫌味じゃないですよ。全然、斉藤さんがハゲてるからって嫌味言ってるわけじゃないんですけど、なんかちょっと髪の毛乾かすのだるいな、みたいな。うん。女の子ってね、ドライヤー時間かかるんで。この長さでもまあまあ時間かかるんで。なーになーに？で、どうせ戻れないの、やめてやめて。やめてやめて。なーにこの赤いの。ねえ。あれか？誰か後ろからオレンジの文字消せる赤い下敷きみたいな目にやられてるこれ。で、暗記する用のシートみたい。もう行こうっと、レチゴレチゴ、ゴー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 。行けるんかい？行けるんかい？もう何？いや、止まるな、タマ。あいー、いやー、危なー。はぁ、ふざけんなし、こっから出る。え、何の音？あー、ガラスの音ね。わ、全窓割れてる。片面全窓割れてる。もうさー、いや、さすがに窓から飛び降りるは知るか。え、ちょ、斉藤さん大丈夫？あ、よかったね、ここに座ってて。斉藤さんよかったね、ここに座ってたら死んでたよ、絶対。あ、やっぱ、いや、痛いだろ。ねえ。ガラスが落ちてるところに座るの痛いだろう。え、斉藤さんよかった
ね、マジで。ここでよかったよ。窓の前だったら死んでたって。ね、しかも斉藤さん髪の毛ないからさ、もろに傷負ってたからね。私だったらまだ髪の毛あるからよかったけど、斉藤さんだったらもろに頭食らってたからね。よかった、斉藤さん無事で、本当に。とりあえず行くか。車内の異変にはご注意ください。あ、こうやって書いてあったんだ。いや、もう注意も何もさ、確定でさ、避けられないやつとかあんじゃん。あれどうすればいいって話ですよね、マジで。おぉ！お、やばい！え、最悪！見バレしてる！見バレしてる！最悪！え、ちょ、待って！やばい、見バレしてるんですけど！なんか私、あんまり外に出ても、たまちゃんですかって声かけられること全くないんですよ。え、けど、さすがにちょっとバレちゃった。え、斉藤さん、私の視聴者様だったの？え、でもさ、あまりにも、盗撮どころじゃなくない？あ、でもちょっとまあ、せっかくなんで、せっかくね、まあ、ファンなのかな？じゃあ、もうちょっと。サービスですよ。しょうがないな、本当に。ね。おい。おい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 。おー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 。アップも欲しい？あ、じゃあこのくらいでどう？このくらいで。どう？あ、でも下から撮んないで欲しいな。あ、じゃあ横行くわ、横。横でいい？これどう？これ。これどう？彼しか。斉藤さん、彼しか近すぎだろ。もう近すぎてピンボケてるもん。うん、視界ボケてるからね、近すぎて。え、でもなんかそんな、そんな撮りたいならいいけどね。うん。え、めっちゃ私のこと好きじゃん。バイバーイ。バイバイ、またね。じゃあね、また会おうね。うん、また会おうね。会った。もう会った。何？ね、なんか来そう！もうやだから行く！行けない！またお前かーい！いっとー！強烈な壁ドン！強烈な壁ドン！もう過去最高！今までになかった壁ドンされたんだけど、何あれ？え、私のこと好きなのかな？なんかもうすごい勢いで壁ドンしてきたんだけど、やっぱ私の、嬉しいね。ここに乗ってる子たち私の視聴者様なのかな？ねえ、何それ。嬉しいんですけど。だちょっと痛いからやめてほしいな。さすがにね。なんだ？斉藤さん？だからさ、ちょっと過激すぎない？私のこと好きなのかな、やっぱり。パンって言ってくれるのかな、もしかして。けど過激すぎない、これは。いや、なんかもう、いや、目の動きがリアル。いや、あ、別人。別人。え、ちょっと待って待って待って。あのさ、戻れないよね。そうだよね。いや、ちょっと過激すぎない。もうちょっと、もうちょっとなんか、見守ってほしい。なんかこんな近くで見られるとちょっと恥ずかしいから、もうちょっとなんか遠くでね、見守るなりなんなりしてくれたら、なんか、私も嬉しいなって思うんだけど、ちょっと近すぎない？なんか私基本ね、あ、近いな。なんか身近に感じてほしいのよ、存在を。なんか遠い存在っていうよりも、たまちゃん身近にいてほしいなって思ってほしいんだけど、いや、これは近すぎるわ。さすがに。もうちょっと。程よくね。程よく近くでいいよ。はい。で、つもなんか、また来そうだよね、この感じね。結構連続できてるからね。もう行きますか。あれ？一ヶ崎に乗ってる。あれ？さっきまでレイゼンだったのに一ヶ崎に乗ってる。これもう行ける？そろそろ。私が降りたいところ一ヶ崎かな。で、斉藤さんどう思う？私が行きたい場所って一ヶ崎かな。なんで電車に乗ってんのに降りたい場所わかんないんだよ。まあでも私の住んでる家の最寄り駅は駅なんですけどね。はい。え、一ヶ崎になってるよ。でもあれ、異変ではないのかな？降りれる？もうそろそろ。はーい。またかよー、もう。また戻されんじゃん、これ。なんか書いてある。待って。見るなって書いてある。わかった。こうやって行けばいいんじゃない？できた！すごー！なんかヒントが書いてあんのかもね、もしかしたらね。異変の、ここに、お、二の塚になってる。え？二の塚か。進んだね。
はい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 。異変を回避したら進めるんじゃない？そういうことだ。わあ、なるほど。異変を回避したら進めるんだ。これが脱出方法だ。今やっと分かったわ。もしかしたら序盤で分かってる人いたかもしんないけど、私やっと分かったわ。これはどうしたらいいんですか？これはどうしたらいいんですか？これ普通に言っていいの？普通に言って平気？それとも一応触れないで言ってみるか。一応ね。大丈夫？大丈夫？斉藤さん。斉藤さん大丈夫？ちょっとごめん。私は行くわ。ごめんね。ブル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 。よし。触れないで行ってみよう。で、三の塚になるかもしんない。三の塚とかなんか進むかも。なんか、あそこの、ね、なんか言えば語彙力がなくなってる。怖くて。一応怖いんだ。あー。まだ続いてる。走っちゃえ走っちゃえ走っちゃえば怖くないよ、うわレイだ。またレイ山レイゼ。多分これ最後まで異変を回避していくんだろうな。むずくないでも。むずくないかい？ねえ、あ、レイゼン。レイゼンとかさ、異変を回避。レイゼンだな。行こう。どうしたら進むんだろう。でもさっき。消えた。おじさん消えた。え、立ってるね。なんで斉藤さんそこに立ってんの？たまにいるよね。車両が混みすぎてそこのつなぎ目に立つ人いるけど、よくないと思うんだ、私。斉藤さん。なるほど。今の回避だな。で、二の塚になってるでしょ。あ、一が先か。あ、一が先で。あ、そっか、零から一ね。はい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 。でもなんか回避しようがないようなやつもある気がするんだけどな。なんだいこれは。どういうこと？揺れてるから一回座れとかそういうのある？危ないからみたいな。関係なさそうだね。なんかさ、普通に特に自分に害のない異変？まあ、これはただただ揺れてるだけだからあれだけど、これをさ、いや、まだ揺れてんな。あ、止まったな。これ行ったところで、あ、いや、二の塚になった。あ、二の塚になったわ。あ、二の塚になったわ。あ、じゃああれも異変で回避にはなるんだ。ああいうなんか特に何もしないでいい異変がいいな。だって、わかんないもん。難しいんだもん。あの、水のやつとかもどうしたらいいって話だよね、あれな。どうなんだろう。もう、これわからんて。あ、ここだ、開いてる。あ、いるね。いるね。こっちか。どっちに行けばいいんだ？こっちは行って平気？開いてる。なんか、二つ扉があったのかな？え、うわー！怖っ！シンプルに暗いところ苦手なんだよね。だから私、真っ暗な場所で寝るのとかも結構苦手。うん。進んだね。3になってるわ。3座になりました。さあ、記録更新していきたいね。まだ最高3だから。おそらくこの8番まであるから。うん。てか来るの来ないのっていうこの怖さがあるから。明るい、動いちゃダメ。え？だるまさんが転んだ？レッドライト、グリーンライト。え、急に、え、女の子怖くね？大丈夫？え、ただの女の子？女の子私と遊ぶ。なんか、もしかしてちっちゃい私の視聴者様かな？もしかしてそういう感じ？あ、遊びたいのかな？あ、そういうこと？遠回しだね。わざわざ地面に書いてあんだ。遊ぼうって直接言うんじゃなくて。でもね、あんま電車のね、床にね、あの、直接書いちゃうのはマナー的に良くないんだ。あ、マナーっていうのはルールなんだけど、ルールっていうのはあの、決まり事だよ、決まり事。だからま、あんまりママに教えてもらわなかったのかな？それはちょっとしょうがないから、代わりのお姉さんが教えてあげるけどさ、うん、あんまりね、公共の場で、直接ね、そういうの書いちゃ良くない。なんか、怖い。なんか、急に振り向くとかない？大丈夫？
誰もさんが転んだよみたいな感じで、お姉ちゃんみたいな感じで、え、怖いんだけど、可愛い顔して、ああ動いちゃったー。さあ、振り向くなって書いてある、振り向くなって書いてあったね、今わかった、わかった、振り向かない。おお、なんかすごい近くでハーハー聞こえる、すごい近くでハーハーと足音聞こえる、やめてください、距離感、距離感考えてください。もう、もう平気ね、もうちょっとさね、この電車きっとさ、私の視聴者様とかが乗ってるのかなって思うんだけど、みんな斎藤さんとかも含めてそうだと思うんだけど、ちょっとおかしいね、ちょっと距離感をバグってるな。うん、で多分次異常来るな、なんか書いてある、な、書いてあんね、何何これ、894894、ドアだこれ、ドアの絵か、とりあえず8の矢印が書いてる方向がここだったね。待って、8だから1回8回ガチャガチャしてみるとか、2、3、4、5、6、7、8で、あ、わかったかも。で今度はこっちの後ろのドアを、9だったから9回ガチャガチャいくよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、ラスト、こっち4回ガチャガチャ、これだー、絶対これだ、いくよ、1、2、3、天才天才、すごっ、なんだっけこれ、おー、なんか霧がかってんな、めっちゃ霧がかってるけど、これどうしたらいい、これただの霧、ただの霧、これ絶対降りない方がいいわ、絶ダメだろ、間違いなく、これただの霧、いけ、ちょっと落ち着く、うおー、しまった、ちょっと落ち着こうってやったらし、え、いけんの、いけるー、あ、今のが回避方法だったの、え、座るとかも回避方法の一つなんだ、なるほどね、あ、じゃあ進んでんじゃない、あ、3側、あ、3、あ、まだ3、まだ3か、怖いです、これ近づいてきてね、これさ、女の子と逆で、女の子と逆で、うわ、怖っ、くらー、あれ待って、女の子の時ってさ、暗い時に進んでよかったのか、あ、じゃあ逆に、復讐求められてる、すごい猛烈なアピールだったな、握手求められてた、ちょっと記録更新したいね、3の先行ってないよまだ、あれさっきと立ち位置違くない、特に書いてない、さっき明るい時進んじゃダメだったじゃん、この女の子、この女の子いいの、何、あ、でも可愛いよね普通に、探して、急にかくれんぼ、電車の中でかくれんぼも良くないかな、うん、電車の中でだるまさんが転んだも良くないけど、電車の中でかくれんぼも良くないかな、探してってどこ、え、この上とかいたり、いた、怖くね、この上とかにいたら怖くね、探してって、え、どこ、え、みっけ、これでいいんだ、走行中の電車の外にどうやって立ってた、もうそういうこと言ってらんないか、怖いっすね、はい、さあ進んだね、
今が2。いやマジでさ、全然進まないんだけど、さっきから異変回避して私。行きます。はい、行きます。飛び降りません、絶対に飛び降りませんよ、死にますから命大事に。はい、行きまーす。よし、開けるのって書いてあるね。開けるのって書いてあるわ。どこを、あ、え、声聞こえる。これを開けちゃいけないってことか。黒いね。開けてください。すみません、騙されないよ。おい、ごめんね、ごめん。誰、なんかすごい優しそうな声ではある。緊急ニュース速報です。この男の人の声は実はあのヒカキンさんであることが判明いたしました。しかし頭の悪いタマはそれに気づかず、全く助けようとしないどころかため口を聞いています。なんと恐ろしいことでしょう。誰かいませんか。いない、斉藤さん、助けてください。斉藤さん、私ちょっと飽きちゃダメっぽいから、斉藤さんお願い。斉藤さん、すみません、ごめん。おい、ごめん、ちょっと私無理だ、どうしよう。おお、黒くなくなってる、いなくなった。待てばいいのか。あ、待つっていうさ、回避方法もあるんだね。こんなところに閉じ込められてるかわいそうだな。足元不安定。何してんの？え、何してんの？なんかご機嫌そうじゃん、斉藤さん。いいことあった？ちょっと毛量増えたとか、もしかして。ねえ、おじさん。どうしたん？そんないいことあった？首なくね？だからフラフラしてた。ちょっと、え、怖い、え、絶対触れちゃいけない。息を潜めよう。いや怖い怖い怖いって。じゃ斉藤さんの席はあんま良くないかな。ここ座るかもしんないし、この辺、この辺とか。あ、怖い怖い、こ、あー怖い、あー怖い。斉藤さん？斉藤さんかな？スマホ探してます？もしかして。スマホなくした？怖い怖い、来ないで来ないで来ないで。怖い！これ大丈夫？座る？そこ？いつもの席。そういうわけではない？あ、そういうわけじゃないんだ。開けといたけど、せっかく。怖っ！いいかな？行きます。斉藤さん、頭見つけてね、頭見つけてね。あるね、よかったね。で、今な、今なんなん、いつがはら、いつがはらかな、いつずはらだったわ。いつずはら、言いにく、言いにく、いつずはら。進んだね、5まで来ました。ついに私5まで来ました。ここには特に異常がなさそう。 OK。なんかどうやらね、異常は31種類ぐらいあるらしいですね。そろそろ被ってきてもおかしくないとか、さっきも結構被ってたけど。出たー！明るい動いちゃダメ。はいはいはい。明るい動いちゃダメね。暗い動くね。はい、だるまさんが転んだ。女の子も可愛いからな。で、さっき油断したから、もう、油断しないでいこう。はい。油断せず。で、結構パッて明るくなることがあるから、気をつけよう。うん、はい。もうなんか、プンプンみたいな、プンプンみたいな、電気がつきそうなタイミングで、もうすぐ止まる。うん、これ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 。ギリギリまで、欲張っちゃいけない。こういうの。歩幅欲張るな、たま。あ、そう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 。どんなにちびちびでも、どんなにちびちびでも、いいから、ゆっくり行こう。確実にね。次、そしたら6行けるんで。6の乗り場行けるんで。で、女の子は可愛い顔してたから、たとえ振り向いたとしても怖くない。うん。それはもうそこは問題ないからね。いやー、かわいいね。髪の毛長いね、おさげ。かわいい、かわいい。
振り向いても怖くないからね、可愛い女の子。でも女の子なんか薄っぺらいね。なんかね、斉藤さんさ 3D なのに、女の子なんか 2D みたいな。おー近い、いなくなった。これもいい？あ、いけるね。よし来たー、よし来た。6でしょ、6来たんじゃない？6した6したかな。これ麦、読み方地味にむずい。ちょっとひねりのある読み方なんだね。無限来ました。あと7、8、あとちょっと、あとちょっと、あと2つ乗り越えればいいのかな、異変を。たま頑張ろう。ここまで来たら知ってるの、これ知ってるの。お、これラッキーじゃない、これラッキーじゃない。異変発生中、これもういいよね。はい、7いった。これなんでー、ゼロー。え、もしかしてあのさ、異変発生中があるときは探せってことかな、それを見つけなきゃいけなかったってこと。うわ、マジか。あ、ほら、また貼ってある、異変発生中。なんか変わってるんじゃない、ポスターが。そういうこと？で、ここら辺変わってないよね。六角形になってないよね。え、おじさんは？ネイルとかしだしてない？つむじとか広がってたりしない？生え際。え、多分ここら辺のポスターもざっくりしか見てないけど変わってないよね。変わってないよな。これいけちゃうもんね。なくなってる。怖っ！え？これ、紙と思いきやモニターだった、もしかして。で、なんかの電波で、知らん人の目の画像、映像を拾っちゃったみたいな、そういう感じ？何あれ？あ、でもやっぱそういうことだったんだ。あの、異変発生中の張り紙があるときは、異変を探さなきゃいけなかったんだ。オッケーオッケー。いや、もったいなかったなー、さっき。さっきマジもったいなかったわ。せっかく6まで行ったのに。よし、またこれ系か。これポスターじゃない、またゾーン、異変発生中。あ、ゾーンじゃない、このゾーンの広告だけとは限らないんだ。おじさん、おじさんチェックいく。いや、髪の薄さ異常なしですね。うん、ネイルしてません。なんだ、六角形じゃない。読みがホラーになることある？こんなに怖くないゲームがあんなホラーになることある？結構さ、シンプルな絵の変化って怖いからね。うん、怖ー。でも進んだんじゃない、これ進んだね。うん、二の塚来ました。はい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 。さあ続いて多分異常起こるでしょう。この人何、この人何？さっきなんか襲われたよね。怖いんだけど。あ、でも見てればいける？見てればいける？見てるよ。見てるよ。いける？いける？あの人は見続けてればいいみたいな、そういう感じ？あ、3来ました、3。はい、3来ました。もうそろそろ出よう！もう、さすがに酔ってきたわ。電車あんま酔わないけど、さすがに酔ってきたわ。歩いてるからね。うん。はい、来るか？来たね。異変探し。異変探し、でもこれは、まあ、多分ポスターが変わるんだろうね。何かしらのゲーミングマンション変わらないね。メタバース横須賀、これ変わる可能性はありそうな気もするけど、うん、結構変わんないね。それとも異変発生地を見た後に変わる、どっかが。え、バンじゃないのよ。
あ、バンじゃないの、やめて。怖いからやめて、マジでそういうの。首ないの好きね。首ないの好きね、このゲーム。うん。お、4来ましたね。白川。白川です。白川。半分ですね。4。はい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 。もう回避してこう。もう怖くないだろ、タマ。もう怖くないだろ、タマ。あ、うわー、これ、走るんじゃねって思ったんですよ。これ来た時やっと来たー。うえーい。うえーい。バーカ、バーカ。はい、進んだね。はい、五津原。読みにくい。五津原来ました。五津原来ました。さあ、たぶんこの調子でもう降りよう、この電車から。ん？なになに？あれ、なになに？なんか、中さ、モザイ、いや、モザイクみたいな、なんかノイズかかってない？あれ、なに？いや、マジこれなんだし。なんだし、これマジで。なんか嫌な予感すんな。近づいたらなんか起きそうだな。ここまで来て戻りたくないぞ。そろそろ降りたいぞ、たま。待つか。どう？お！ごちょごちょしなくなった。これでいいの？ほんとに？これまたゼロ戻んない？ほんと？大丈夫？戻ってない？戻ってない、無下！無下来た、無下！よし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 。あと今度こそ、あとは7と8って。もう降りよう、たま！さあさあさあ、集中して。異変に集中して。行きまーす。あー、これね。これ簡単。いやでも窓のパターンあったから怖いんだよな。とりあえずこのポスターを見て、はい、このポスター見て、なんか怖い系の異変やだな。うん。わあ。そのさ、目を真っ黒にさ、塗りつぶしたみたいな絵やめてくんない？さっきの空気読みといい。あれ怖いんすよ。シンプルだけど。シンプルだけどあれ怖いんすよ。マジで。さあ、7行ったんじゃない？来ました！縄田。縄田来ました、縄田。さあ、縄田を超えたら8行きます。さあ、8！ あと1回かな？きっとあと1回異変を乗り越えればいける。待てよ。この人は、さっき暗い時に動いたらダメだった。そうだよね。だから、明るい時に動く。バンバーン！やっちゃったー！あー！ゼロー！うわ、もう最悪だよ！本当にさ！もう分かった。もう分かった。急ぐわ、本当に。もうありえないわ、本当最悪。もうなんなん？もう怖くないわ。もうどんな異変でも怖くないわ。え？かかってこいや、おら。はい、怒った。よー、怒った。はい、発見よー。怒った。発見よー。うえー、すげー、すげーけど僕行くもん。うえー、耐えるもん。全然痛くないし。全然痛くないし。はい、一ヶ崎。はい、一ヶ崎来ました。はいはいはい。注意警告ね、これね。はい、探してください、みたいな。異変発生中。首なし人間いない。ゾーンは？変わらない。おお！君か！ブルンブルンしてる。大丈夫？首の位置が定まらなかった？でも定まったみたいでよかったわ。僕は行く。僕は行くさ。もう、異変が待ってるからね。私のことを。はい、2位行きました。はい、2位行きました。どんどん行きまーす。どんどん行きまーす。はい、君ですね。出た。もう早めの対処をしよう。おい！行けたー！よっしゃ！あいつに勝った！あいつに！これは初見だね。これ多分そのまま行ったらダメなんじゃないか？そんな気がする。なんか聞こえた？なんかスーハー聞こえる。一旦座ろう、こういう時は。一旦座って待つ。おー、しまった！一旦座る、これいいな。一旦座る、これいいわ。うん。これいいかも。なんか困ったら一旦座ろう。オッケー。はい、来ました。早くも、白川ですね。白川、はい。早くも白川来ました。開かないだと？
出たー、これね。来るよね、来るよね。お、あれ意外と来ない。はい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 、オッケーでーす。さあ、はい、いつずはら、いつずはら来まして、読みにくい、読みにくい、いつずはら。いいよタバ、いいよタバ、早いよ。なんかどうやら8番出口とかも RTA って言って速さを競うね、遊び方もあるっぽいんだけど、これもありそうだね、そういうのね。出たー、これも攻略方法分かってますよ。誰かいませんか。いや、見ませんよ、すいませんね。あ、すいません、もう私は早く出たいんで開けません。警告で開けるなって書いてるんで、ごめんね、ごめんね。うん、助けてください斉藤さん、助けてあげて、私の代わりに。よしよし、成仏したね、よかったよかった。さあ、はい、無限まで来ました、無限まで来ました。さあ、あのね、女の人超えたからもう怖くないんじゃねっていう、あの女の人超えたからもう怖くないんじゃねって思ってる。大丈夫、ちょっとビビってる。もう怖くないんじゃねとか強がってるけど、まだちょっとビビってる。もしかしたら初見の怖いやつが待ってる可能性はありよりはべり、今そかに。あ、今のないんだ、次来るか。あれ、またそれ、それさっきもあったな。これ待てばいいだけだよね、一回閉まるの待てばいいだけだよね、これ。ほら、あ、かぶることあるんだ、一回のこのルートでかぶることあるんだ。なんかやり直してからかぶるはわかるんだけどさ、一回のこのルートでかぶることあるんだね。お、ロッキー、もういけるわ、酔ったー、もう酔ったわ、ほんとにだいぶ酔ったって。7来ました、7わた、7わた来ました。あ、7わただ、7わただった、7わた来ました。ラスト異変、カモンベイベー、ラスト異変、カモンベイベー。はい、ラック。あぶねえ、壁ドン潰されるところだった、あぶねえ。引き際気持ち悪、よし行こう。はい、勝った、はい、勝ち申した。まだあった、何何何、今のドンドンって。でもこれさ、座ってたらさっきオッケーだったよね。あ、いけた、降りられる。うわ、長かったこの電車、1時間半くらい乗ってたわ。もうまた首はなくしたんね、首から上なくしたんね。ちょっとさ、あれじゃない、なくし物届けさ、交番に出したらいいんじゃない。それか駅員さんがいるかな、すいません、ちょっと僕の首から上知りませんかって言ったらいいんじゃないかな。うん、ちょ、気の毒に。じゃあちょっと君がもうちょっと私より離れたら行くわ、斉藤さん。うん、もうこれ8番よな。い、行くね。そう、どう、あ、そのままなんだ、あ、そのままなんだ。なんか八ヶ原とかさ、そういう地名とかじゃなくて、ここだけ8番なんだ。え、斉藤さん降りないの、斉藤さん、今までありがとう。最後にちょっと横座って横顔見ていい、高画質で横顔見ていい、チラリ。ああ、斉藤さん、髪の毛がね増えること私は願ってるから。そしてさ、後でさ、インスタの DM とかでいいから、その横から見えないスマホの液晶フィルム何か教えて、どこで買ったか教えて、 URL とか貼っててくれたら助かる。じゃあ私は行く、じゃあね、バイバイ。降りました、降りた。この後さすがにバーンとかはないよね。の、おー、うん、電車消えたってか、ホーム怖ー、ホーム怖ー。こっちとかになんかあったりする?ないか?これ、降りるとかできるのかな?いや、変なことしないでおこう。それで最初からになったら嫌だもん。さあさあ、出る出る!さあ、出るぞ出るぞ!もう改札も出ちゃっていい、これ。駅員さんいないけどね。これもう、無賃電車できちゃうけど。ピー!はい、ピーってして、あれ?ここって、8番出口。あれ?見覚えあるね。うわー!繋がってるー!8
れだよね、8番出口の続編なのに、この8番乗り場の次に8番出口に来るんだね。なんか、ん、どういうことって感じだけど、すごい、いや、面白かった、いや、めちゃめちゃ面白かったわ。でも、その、脱出方法に気づくまで時間がかかったね。みんな結構最初から気づいてたから。いやー、けど本当に楽しかったわ。1時間半ぐらいプレイして、何回もでもやり直したおかげで、いろんなね、異常があって、楽しかった。お？あ、なんかまた最初くらいになってるな。はい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 。まあ、これで一旦クリアはしたんだね。うん。はい、ということで、クリアいたしました。いや、ただ思ったのが、8番出口の時よりも、ホラー要素が増えてる。本当に普通に叫んでたし、あとね、難易度も上がってる。8番出口の時はさ、もう異変を見つけたら戻るだけだったじゃん。けどこれは異変を回避して進めだから、脳みそ使うんよ。で、初見殺しが多すぎる、これ。うん。いや、めっちゃ面白かったわ。最高に楽しかったです。ありがとうございました、制作者様。そして最後まで見てくださった皆さんも、ありがとうございました。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたら、チャンネル登録、高評価、そして動画の感想をコメントしてください。また、通知をオンにするとですね、私の動画が投稿されたら皆さんの方にお知らせが届くので、ぜひぜひ通知の方もオンにしてください。SNS はね、X と Instagram やってますので、概要欄に URL 貼ってます。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。